会社の名前は日向和田と言いますけどね、日向和田で言えば作ってくれます。そこが、いいところで、携帯も自分が例えば、こういうバーを作るときって先の R をどの程度とか、先端の直径が何ミリで、長さが何ミリで、規定部が何ミリとかいうのも、ロット数、数をたくさん注文しないと無理かと思いますけど、オリジナルで作ってくれますから、何か自分がこういう形がいいんだけどなかなかないなというのがあったら対応してくれますからね、日向和田だと。一番使う軸面のが僕は SA13L と。で、SA10 っていうのは先端がこれよりもちょっと細くて、もうちょっと長いんですね。で、前肢の舌面はこういう形態のバーを使ってます。フットボール型って呼んでますけど。で、臼歯の交互面はこういうバーを使ってます。あとはそれぞれのバーがグリーンラインというコース、粗いダイヤモンドバーで、大体外径をやったやつは、こういう黄色いラインのバー、ダブルファインですね。ダブルファインのバーが、同じ形態で作ってもらってます。こっちは隣接落とすだけなんで、仕上げるに使うものはないですけど、これが大体基本的な僕のバーのほとんど。クラウンの場合はもうこれだけですね。スチールの棒にカーボランダムペーストをつけて、ダイヤモンドの粒子がこうくっついてるわけですね。そういう粒々があるわけです。これがこう回転しますから、軸面に対しては横の傷がいっぱいつくんですね。これが接着能力を増すんだという人もいます。確かにその可能性はもちろんあると思います。ところが、接着する前に印象を取らなきゃいけないんですね。で、印象材はこの方向からこう外していくわけで、全てアンダーカットになるわけですから。ですから僕はダブル F っていう、これはコース粗いから、ファイン、それからダブル F とか、ダブルでファインってことですね。トリプル F までありますけれど、これはみんなダイヤモンドの粒子がそれだけ細かいという、粒子の大きさで分けてるだけなんですね。ですからもう、この黄色い FF ぐらいでもうほとんど見た目がツルツル、白いラインのやつがトリプル F ですから、そこまでやるとまずほとんどもう白いラインまで、トリプル F まで行くと歯は削れないですけどね。で、そうすることで表面をある程度ツルツルすることで印象の精度を高めたいと思うんですね。それで、あんまりツルツルすぎると保持力が減るじゃないかとかいう方もいらっしゃいますけど、先ほどお話したように僕セットする場合サンドブラストをかけるんで、それで凸凹ができるんで、それでいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね。昔はトリプル F まで使ってましたけど、あまり意味がないかなと思って、もう今はダブル F まで、これでツルツルになります。ポスト&コアをどう考えるか、皆さんほとんどファイバーポストでやられる人が多いとは思いますけれど、それの、優位性および、何を守らなきゃいけないかといった、こういったところの話をちょっとしましょうかね。で、臨床で、守れない時はどうするかといった、外科で対応する方法っていうのもちょっと合わせてお話ししようかと思います。